うです。今回なんですけれども、風呂場の大掃除をやっていこうと思います。で、実はこの動画後半です。前回は高圧洗浄機だったり、ぐるぐる回転して擦れる機械だったり、あとは、まあ、基本的には油汚れを落とすような洗剤を使って、あとは漂白もしつつ、徹底的に洗浄をしていったんですが、いかんせん尺が長くなりすぎました。なので、今回なんですが、はい、これですね。鏡の鱗、湯垢、白いやつですね。これはもう、がっつりね、専用の洗剤じゃないと落ちない、この汚れと、まあ、この辺に、若干生えている、この黒カビ系の汚れですね。もういっぱいあります。はい、こことかもそうですよね。このドアの下の部分の、まあ、こういうところもすっごい生えてますよね。まあ、これをですね、今日は一掃していこうと思います。はい、じゃじゃん。今日使う洗剤、使ったことない洗剤をせっかくなので使っていこうと思うんですけれども、今日やるのがこちらですね。浴室用クレンザーという、まあ、鏡のさっきの白いやつですね。を、まあ、どちらかというと、削り落とす系の洗剤になります。あとは、この横の赤いやつやばいよね、これね。レッドジェル、カビ取るデスプロとかね、めちゃめちゃ効きそうな感じなんですけど、まあ、この2個を使って、黒カビと鏡の鱗ですね、白いやつをやっつけておこうと思います。で、ここね、酸性と混ぜるのは危険なんですが、まあ、一応ね、これで見たらね、アルカリ性なので、まあ、大丈夫でしょう。まあ、ただね、なるべく混ざらないように使っていこうと思います。はい。でですね、まず、時間がかかる黒カビから落としていこうと思うのですが、前清掃してからですね、まあ、1ヶ月はまだ経ってないんですけども、2、3週間経っちゃったので、1回、この黒カビの前に、手前にあるですね、例えば、まあ、水が蒸発した後に残る、カルキ的な汚れだったり、あとは、湯垢、まあ、人の油とかね、そういうのも溜まってるはずなので、そこを落としてから黒カビの除去、行こうと思います。はい、前回に続き水垢、油汚れ、皮脂汚れを落とせるモテギカズヤの洗剤をかけていきます。ほら、このカメラ越しにやるの大変だよね。持ったな。まあちょっと時間はもちろん置くんですが、まあこれでね、伸ばしながらね、あ、この端っことかね、やばいよね。あ、汚い。で、まあこれでちょっとこすりながらね、あんまり強くやらないように気をつけながらやって、ちょっと汚れをまず落としていこうと思います。すげえ取るのが大変なんですけど、ここもやっていきます。はい、ではね、普通にシャワーでやっていきます。高圧洗浄機とか今日は使わないです。なるべく厚めの50度近いお湯でですね、垂らします。まあこれがなんていうか、黒髪の除去前の下準備ぐらいな感じですね。この下の部分とかね。で、濡れたままだと洗剤流れちゃうんで、ちょっと一回拭き取って水気を取ります。よっ。はい、じゃあ、カビ取るデスプロで使うんですけれども、結構強力な洗剤なんで手袋とかはした方がいいんじゃないかなっていう感じはします。あ、いいね、この粘性があるね、感じのやつって使いやすくていいですよね。こんな感じでビヨーっと、まあ、黒カビがあるところをかけます。はい、こんな感じでサランラップでですね、乾燥防止のためやります。で、一応説明書きだと 1,2 時間で書いてあったんですけれども、まあちょっと一回ね、まあ、書いてあるので 1,2 時間で流してどれくらい黒カビ消えてるかっていうのは見ますが、まあもしかするとですね、2、3回繰り返さないと綺麗にはなんないかもなっていう感じです。じゃあですね、他のところも順番にやります。では、ここは割愛します。はい、ではですね、続けて鏡をやっていこうと思います。なんかね、この洗剤の手順がありますので、ちょっとそれに従って今回はお掃除をしていこうと思います。まず、シャワーなどで鏡を濡らす。はい、濡らします。で、続けてなんですが、この洗剤をなんか混ぜるそうです。よく振って混ぜる。ほらほらほら。どれくらいだろうね。で、混ぜた後に、布などに洗剤を染み込ませて、こんな感じ。で、こするんだけど、どれくらい落ちてるのか見たいので、下の方をちょっとやっていこうと思います。まあ、最終的には全部やりますけど、これをよくこする。うん、で、まあ基本的にクレンザーってね、ちっちゃい粒子がたくさん入っている洗剤なので、まあこの粒子でもって、なんていうか、この白いやつって、まあ基本的に水の中に
あるミネラル分、いわゆる鉄分とかが、水が蒸発した時に残っちゃってる汚れなので、普通の洗剤じゃ落ちないんですよね。なので、これで削り落とすっていうだけの、すごい単純なんですが、まあ、クレンザーのあんまり良くないところって、鏡自体を傷つけちゃうことがあるんですよね。なので、傷ついた鏡って、まあ、要は見えないちっちゃい傷がたくさん入るので、次また汚れやすくなるんですよね。なので、まあ、できればね、普通の洗剤で落ちるのであればいいんですけど、やっぱりね、鏡のこの白いやつっていうのはなかなか難しいですよねっていうので、なんかおすすめの方法とかあればコメントで言っていただければと思うんですけれども、まあ、今回はこのクレンザーを使ってちゃちゃっとですね、やっていこうと思います。で、あとは流す。で、なんか布等で十分綺麗にすすいでくださいって書いてます。さあ、どれくらい落ちているか楽しみですね。てか、まあ、濡れてる状態だとね、綺麗に見えるもんなんですよ、こういうのって。ちょっと手順通りに2回やってみました。1回じゃ落ちなかったので。完璧には落ちないですね。どういうことだろうね。この手順でやったんですけど。ということで、ちょっと違う洗剤でやっていこうと思います。急遽登場、ウルトラハードです。うろこ水垢用です。はい。これを使ってですね、ちょっとリベンジをしようと思うのですが、頑固な汚れの場合は、使い方がですね、よく振って、結構厚めに洗剤をまずね、対象にかけてから、紙などを使って擦っていくみたいな感じなんですけど、まあ汚れがすごい時は、1、2分ですね、洗剤かけた後、放置してくださいって書いてるので、ちょっとその、使用方法ですね、に沿ってやっていこうと思います。てか、綺麗にならないとちょっと、動画的にまずいので、やっていこうと思います。こういう感じか。まあ、ちょっと厚めに、ちょっともったいないですけど。あ、いいね。いいわ。で、この状態で1、2分ちょっと放置してから擦ってきます。はい、2分以上経ちました。こんな感じすごい泡泡だよね。ちょっと想像以上にね、苦戦しちゃったんですけど、この紙でですね、どんどん擦っていこうと思います。あ、すごい。ザラザラしてる。なんか落ちそうな感じが。非常にします。はい。なんか、鏡に関してはさっきの洗剤で一撃で落とす予定だったんですけど、クレンザーなんで、ちょっと、あれですね、残念な感じですね。まあ、これはさすがに落ちるでしょう。このウルトラハードのこの鏡用のやつはなんですけれども、そもそも洗剤がね、酸性なんですよ。で、さっきのやつはね、酸性じゃないんですよ。で、基本的にこの鏡の汚れって酸性に反応するんですよね。なので、この、なんだろう、成分で溶かしつつ、細かい粒子で削りつつ、みたいな感じの洗剤になるので、まあ結構期待はできるんじゃないかなと。あと今ね、擦ってて、ツルツルになってきてるので、なんか、すごい磨いてんなっていう感じはしますね。シャー流してく。いや、落ちててほしい。願望です。ちょっと黒髪の方がね結構頑固なんですよ、普通に汚れ的には。そっちは苦戦しそうな感じはするんで、ちょっとできればここはねサクッと綺麗にしておきたいところではあるんですけど、皆さんどうでしょう。これがやってないところ。はい、やっている。落ちたー。ちょっとここの方甘かったんですけど、ただまあ基本的にはもう綺麗に鱗落ちてるんじゃないかなっていう感じです。ああ、なるほどね。まあここはやってない場所ですよね。あ、すごい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 。あ、いいね。これは間違いないです。これはね、結構おすすめ。やっぱりね、ウルトラハードシリーズはね、裏切らないなっていう感じはしますね。ちょっとそれに比べてさっきのやつっていうのが、こっちですね。なんか落ちない場合は何度も繰り返してください系なので、ちょっと威力は弱めなのかなっていう感じはしますよね。っていう感じです。はい、3時間経ちました。全然わかんない。ここから見ただけだとちょっと状況はまだわかんないんですけど、これからですね、外して、あれなんかちょっと落ちてる感じはしますね。これ素手で触んない方がいいって感じで、はい、ほらやっぱ片手だと大変ですね。あ、でもなんか結構白くなってる感じはしますね。まあ一部こことか黒い感じはしますけどね。さあ、こことかも。いるね。普通に黒いのがいるね。はい。
3時間漬け込んだ感じだとこんな感じ。はい、ここの部分が一番わかりやすいかなっていう感じ。がっつり黒かったはずなので、こことかもいなくなってるので、やっぱりそれなりに効果はあるかなと。うん、まあすごい強力そうなやつですけど、ただ一部ね、この辺とかは残ってたりとかしますので、まあ 100% 落ちてるっていう感じではないですよね。まあ下の方もでもいますよね。まあだいぶ落ちてる感じはしますけど、やっぱちょっといるかなっていう感じです。これもう一回やった方がいいよね、せっかくだし。なので追加3時間もう一発いこうと思います。リベンジ2回目ですね。今さらに3時間置いたので、まあ、ちょっと今回はね、どちらですよ、ここまでにしとこうとは思うんですが、はい、流していきます。落ちてくれ、であんまり正直強い洗剤なので、やりすぎると殺菌が剥がれたり、まあ、劣化したりする可能性があるので、ちょっとそこはね、バランスを持ってっていうか、本来はここまで行く前に、まあ予防処理というのもなんですけどね、やんないとダメなんですよね。こまめに要はカビないようにお掃除してってやんないとダメなんですけど、まあ汚しちゃったものはしょうがないので、よし、はい、見ていきましょう。まあこの辺ですね。あ、でもほぼね、ほぼ落ちたんじゃないかな。ここだけちょびっとやっぱり残っちゃうねっていうのがあります。擦ってもやっぱ落ちないですね。あとここですね、ここもやっぱりすごい頑固だよね。逆に下は意外とほら綺麗に、若干ありますけどね、でもほぼほぼ綺麗になったんじゃないかなという感じです。はい、今日はですね、何気に6時間以上撮影に時間がかかってしまったんですが、まあこんな感じですね。まあいろいろな洗剤が出てきましたので、最後まとめると、この黒カビ落としの洗剤はかなり優秀なんじゃないかなと思います。今まで使った中でも割とね、まあ完璧に真っ白になるまではちょっといかなかったんですけども、かなり落ちたんじゃないかなと思います。まあ問題はこれだ。うん、ちょっと想像以上に弱かったかなと、効果は弱かったかなと思います。そしてこのウルトラハードはバキバキ落ちるなっていう感じなので、これは優秀な、鏡の汚れを落とすのには優秀な洗剤なんじゃないかなと思います。はい、以上でございます。ではですね、この動画参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。